これが今回の食べ比べセットの内容っぽいです。で、一番はアメリカ産チモシ一番狩りダブルプレス。ダブルプレスはプレスされてるってことなんで、結構なんていうんですかね、圧縮されてるんで、粉とかも場合によっては潰れてるらしい。で、2番がアメリカ産チモシ2番狩り、あ、どうか1番狩り、2番狩りですね。で、次がカナダ産チモシ1番狩りダブルプレス。で、4番目はスーパープレミアムホースチモシノーマル。これちょっとチャームさん一押しのやつなんですよね。スーパープレミアムですからね。ホースって書いてあるんで、うまい用なんですかね、ちょっとよくわかんないけど。で、アメリカ産のシングルプレスですね。シングルプレス、ふんわりしてるのかもしれない。で、これがなぜかバンゴートンって7なんですけど、カリフォルニア産グラスだそうです。カリフォルニアってだけでいい感じがします。で、次最後がワシントン産アルファルファ1番狩り。アルファルファはね、好きなんでね、これちょっと与えすぎても良くない気がするんですけど。じゃあ、どうしよう。なんていうか、安定のスーパープレミアムホースチモシをあげてみたいと思います。はい、モギタン。新しいチモシあげるよ。今まで食べたことないやつだからね。これちょっと残ってるのね、回収するね。意外と食べないっていうか捨てちゃうんですよね。こんなに入れた方がいいのかと迷うくらい。はい、むいちゃん、じゃあここに置くね。はい、ほうれん草も入れとく。ほうれん草じゃないか、小松菜か。4番のスーパープレミアムホースチモシ、これがそれぞれ 100g 入ってるんで、お試ししやすいですね。 100g ってこんくらいの量です。まあ 2,3 回の量ですね。お、結構。みーちゃん、なんていうか、まとまって入っててなかなか取り出せない。よいしょ、よいしょ。まあ、痛い痛い。結構鋭いですね。わわ、飛び散っちゃった。モリちゃん、はい、これ新しいチモシね。飛び散っちゃった。どう？食べたい？それ。美味しいの？やっぱ違うの？美味しい？え、まあ、全貝は良くないのかな。全貝は良くない説。穴掘り始めちゃった。なんか期待させといてこんなもんかっていう感じになっちゃった。まあちょっと新しいからちょっとびっくりしてるか。違うの？早くペレットくれよって。まあ、ペレットはいつものあげようかな。チムシーも後で追加するね。はい、ペレットだよ。はい、お待ちかね、ペレットだよ。ペレットの方ももうなくなるかな。よいしょ。はい、あ、おしっこしてる。食べたかったんでしょ、どうせ。3、4、5、はい、5。ちっちゃくなっちゃったの、最後。こんなですよ。何個入れたか忘れちゃった。ねえ、むぎちゃん食べてみるでしょ。1、2、3、4、5ですね、5。6、7、6、7、
わ、粉々だ。ちっちゃいのは合わせて何個かで1個ね。はい、それが食べたかったんですね。はいはい、分かってますよ。それがないといけないのに、むいちゃうね。まあ、チモシは中にも入ってるからいいか。とりあえずこれで様子見るか。おチモシはプレミアムなんですけどね、あんまりプレミアムな食いつきは感じませんでした。まあ初めて食べるのは多分そんなもんなのかな。結果的に好きになるのも最初はそうなのかもしれないんで、そう、様子を見る必要はある。だいぶなんか大きくなっちゃいました。クッキー入れちゃったらクッてくれました。クラムでもそれなりにあるんですね。これだよこれっていう感じで食べてますね。でもアラブルからね、前なんかここにあるの引き込んでかじって、もうなんか、まあ、やってやったぞなのか怒られるっていうか、なんていうの、ちょっと静寂みたいな感じでサイレントモードになってたり、なんかちょっとわかんないんですけど、肩もポーッとしてましたけど、どうですか。ご飯たくさん来てよかったね。小松菜は嫌いそうだね。まあね、食べたことないとね、あれだよね、食べてるうちに好きになるかもしれないしね。で麦ちゃんもだってもうね、体つきはだいぶもう多分そんなに大きく、太ることはあっても大きくならないと思うしね。そしたらもうね、ちょっと今までに食べたことないやつはもうびっくりするよね。好きだねそれね。恵みに変えたらショック受けるのかな。チャームさんで買えないんだよね、うん、もっと安いペレットもあるしね、ミキちゃん。いや結構ね迷ってんだよ。なんだろう、デグープラスなんてめっちゃ安いんだから、ミキちゃん。それすごいいいペレットなんだよ。グルテンフリーで小麦粉使ってないから体になって、なんか消化が苦手らしくて、お腹にね変にたまるのをね防いでくれるっていうか。グルテンフリーはデブセレクションプロでしか見たことないね。みんな好きだね本当に。それねカリカリ本当好きだね。なんかいつの間にかこんな、なんていうか、こうなんていうのかな、最初来た時は臆病で本当に、今はなんていうか貫禄を感じるよね。体ちょっと大きくなったしね。あまりにもちょっと貫禄ありすぎた時はもうおやつね減らされたしね、うん、やつあれやばいわ、カロリーがマジで。本当なんかいろいろ見てたら太っちゃったらデグーのことデブーって言うらしいね、むちゃんね。デブーになっちゃダメだよ。カリカリうまいね。まあ、中にもちもちあるからさ、こう食べ比べてね、むちゃん。昨日の夜入れたやつだからいいでしょ、まだちょっと残しておくからさ。っていう気ままな子なんだね、君は。すごいね、我の強さもたまに感じるしね、心が強い子なんだね。
じゃあまた今度試してみたいと思います。今日はこれで終わります。